ついに風子戦場が始まりました。そこで今回は、90Hz の特殊技から 95Hz 以降の対策を考えていきましょう。75% 特殊では、ランダムに3回の多段浴びダメが発動しつつ、2キャラに麻痺、2キャラに暗闇を付与し、さらに、敵の防御力がアップします。50% 特殊では、全体にダメージを与えつつ、攻撃力ダウンを付与し、敵は連撃率がアップします。25% 特殊では、ランダムに15回の多段浴びダメが発動しつつ、全体にディスペル、そして、被弾したキャラに呪いを付与します。麻痺、暗闇、呪いという、デバフの中でも特に厄介なデバフを付与してくるので、デバフ対策は必須となります。対策の一つとして、現状麻痺と暗闇を同時に付与してこないっぽいので、特殊技発動時弱体効果を一つ回復できる超越ルシフェルや極地ランバーの薫風とさえずりは刺さりそうです。また、デバフ対策といえばマウントであり、しかも、150Hz 以降特に重要になりそうなディスペルまでも持ったキャラがいます。それは、浴衣バンピーです。デバフやバフ対策だけではなく、火力面でも優秀ですし、封印などのデバフも便利です。さすが、運営がわざわざ X で宣伝していただけのことはありそうです。ちなみに、所持状況のアンケートを取ったところ、まさかの所持率9割で椅子から転げ落ちかけました。確かに、いろいろな状況が重なって引き毒ではありましたが、ここまで高いとは思ってもいませんでした。また、最近の古戦場ではよく付与されている固有バフについても見ておきましょう。通常攻撃ごとに渇望レベルが上昇し、レベルに応じて、余ダメ上昇、連撃率アップ、土属性追撃が付与され、特殊技発動時にレベルが減少します。浴衣バンピーは吸収が付与されている時、毎ターンディスペルが発動しますが、同時にスローも発動してしまうんですよね。そのせいで渇望レベルが上がりやすくなってしまいますが、火力面が優秀なのでレベルが上がりきる前に、200Hz でも HP トリガーを踏めるので問題なさそうです。ということで、今回は、90Hz の特殊技から 95Hz 以降の対策について考えてきました。チャンネル登録と高評価よろしく、それでは、